何かおかしなものの見方をしてしまったら人生がちょっと不幸になったり苦しくなったり辛くなったりするだけなんですよ。だから今日は皆さんのその頭の中の考え方の部分をちょっとこうねじれるっていうかね、ねじれてるものを元に戻していく、そんなお手伝いができる日になればいいなというふうに思ってます。結局僕が本を書かせていただいているときに、大体ね、本当に言いたいことっていうのは3行で終わるんですよ。その3行っていうのが、一番最初が拗ねるのをやめようっていうこと。でそこで僕がずっとやってきたことは、頑張るっていうことは、このね、自分が手が届く範囲のものを何とかしようとこうずっともがいてたんですよ。揉めたくない、傷つけられたくない、傷つけたくない、だから例えば今日のこの日比谷公会堂なんていうのも、僕が多分頑張ってはできないところだったんですよ。でも頑張るのをやめたら、たくさんの人が助けてくれた。お母さん死ねばいいの。なんで守ってくれないの。なんで守ってくれないの。大嫌いだ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 。大嫌い。大嫌い。大好き。通常カウンセリングっていうのは1対1で密室でやる場合が多いですよね、はいはい、これどうですか。そうですね、はい、密室でひっそりと人に知られずやる遊びちゃうお仕事ですよね。その公開することによって効果がものすごく変わるっていうことにやりながら気づいたんですか。そうですね、なんとなくそうですね、やりながらなんとなくやってみたら気づいたみたいな、そんな感じですよね。その経緯っていうのはどんな感じ。経緯は